昭和30年代、セントラルリーグは巨人を中心に回っていた。中でも30年から4連覇、そして34年、2年目の長嶋茂雄が首位打者、最多安打、最高長打率とタイトルを獲得。巨人が優勝し、5連覇を達成した。向かうところ敵なしの巨人。この年まで10年で8度の優勝。セリーグは水原監督の一人舞台であった。しかし、この年の11月、追われるように巨人を去り、西鉄に新天地を求めた風雲児、三原治が太陽の監督に就任。この年まで6年連続最下位の太陽をどう率いていくのか。また、日本シリーズでは3年連続、特に33年には3連敗後の4連勝で水原巨人を倒した宿敵同士の激突はどうなるのか。昭和35年のセリーグ、特に太陽の戦いぶりには日本中の注目が集まった。全力を挙げて巨人とぶつかる。セリーグに風雲を巻き起こしたい。しかし当時の太陽といえば、負けることになれ悔しさもないぐらい勝つということに欲がなくなっていた。その弱小太陽をどうしていくのか。秋山、土井、そして近藤和彦を筆頭に、その手腕に選手たちは期待を託した。もしかしたら最下位から脱出できるかもしれない、それどころか上位も狙えるかもと。三原はキャンプから計画的な改革を行った。勝負への厳しさをチームに植え付けること、オープン戦から個々をよく見、その選手に合った適性をテストし、それに外れると即座にその位置から外す。これらの厳しい決断に選手たちも、あの日本一の監督になった人は違うと感じ出していた。とにかく、6年も最下位ずっと続けてきたチームですから、もうとにかく負けに慣れてるチームなんですよね。でそこへ、まあ、三原さんのような偉大な監督さんが来てから、これはなんとか変えてくれるなという期待はもうありましたね。まずそのチームの選手の状況をつかむということですね。まず、選手の技術的な、長所短所、それから性格、それから精神力の強さ弱さ、こういうものをキャンプを通じてですね、開幕入るまでに選手をと見てましたね。そしてもう短期間で、選手のそういうものを全部掴んでしまってですね、でまあ言えばですね、その選手のここの持ってる長所だけ、短所はもうどけてですね、長所だけをみんな集めて結集して、で試合にその長所の部分だけ発揮するような、選手の使い方っていうんですかね、これをやりましたね。お手並み拝見となった開幕戦、勝利は飾れなかった。試合直前に先発予定のエース秋山に起きたアクシデント、百戦錬磨のベテラン監督もまたチーム時代にも動揺が走った。開幕の初日にね、その秋山がアクシデントで、救急車で運ばれた。それから6連敗した。これはまた今シーズンはえらいことになるなと。だけどね、今までのようなその巻き方はしないだろうとは思いましたね。やはりキャンプ、それからオープン戦を通じて、何かその今までと違うチームの雰囲気ですよね。だから、まあいつもですとその辺で、今年もスタートがこれだけ悪いんなら、やっぱりダメかなという気持ちにはなると思うんですが、その時はいや、 なんとかこういう状態で入ってきた過程を見て、いやこのままで終わらないぞというような、
を使っていくことになる。平成8年セリーグ優勝を飾った長島巨人は最大 11.5 ゲーム差をひっくり返し優勝。昭和33年に同じ 11.5 ゲーム差をひっくり返しリーグ制覇、そして日本一にも輝いた三原は6月以降まず向こう気の強い鈴木隆を中継ぎに降格させた。必ず後になってその理由がわかる。三原が動いた。負けず嫌いの鈴木のプライドをくすぐったのだ。ライバルである巨人戦には全て投げてもらうつもりだったからである。そして守備に不安のあった麻生を代打専門に、続いて6月9日には金銭トレードで近鉄から鈴木隆を獲得、ショートに据えた。まずなんて言ってもね、足が速かったということ、いわゆるね攻守走、この3つ揃えて何の欠点もないというかね、全てが傑出してて、練習はチャランポランチャランポランやってる男だったんですけどね、ゲームになるとガラッと変わった。そういう意味にするとね、彼が入ってきて、それまで弱い近鉄だったんですけど、チームから変わりましたよ。チームの雰囲気を変える男だなっていうのが印象でしたね。この鈴木武の加入、そしてルーキー近藤昭仁との二遊間が固まった太陽は攻守ともに勢いに乗った。打倒巨人を目標に団結心を強め、順位を着実に上げていった。1点差ゲームをことごとくものにし、6月13勝7敗の成績でなんと2位に進出した。一体三原は選手に対し何を意識させていたのか。君たちの選手としての評価はグラウンドで、その君たちが、出した結果において評価するんだと。私は私生活のことは一切関知しないということで、野球一点集中というね、そういうその、まあ、意識をね野球に持っていくというようなねことをやりましたね。なら先発、中継ぎ、抑え、今はもう常識的に決まってますけれどもね、そういうものもある程度分業にして使っていく、もちろん抑えっていうのはないですから、当時は秋山は先発してそれから抑えも両方やるというような感じでね、もうこれは大変だったんですけどね。それからあと守る人、守る専門の人、それからダイソー走り屋専門の人、こういう人もねそれぞれ特徴を見ながら色分けしましたね。だから、三原さんがどういう時に代打出す、で代打が出たら誰がダイソーに出る、でダイソーが終わったら今度は誰が守るということがだんだん選手の中分かってきたんですね。そうすると選手の方もですね、自分の出番というもの分かってくるわけですね。だからもうなんていうんですかね、後半になったらもう監督のやり方が分かるから、もう選手の動きが非常に良かったですね、しかし前半戦終わってみれば首位に 4.5 ゲーム差の3位だが、後半戦2つの出来事でチームが団結心を取り戻す。三原判定をめぐり退場、監督不在中に3連敗を喫した太陽。やはり監督あっての太陽は三原復帰後今まで以上に求心力を強めた。そしてもう一つ勢いづかせる出来事が起きた。8月11日、5連勝で首位に返り咲いた太陽は島田が先発、相手は村山を擁する阪神。6回まで1対0、色気を出すなよという三原の声にも
にやりとする余裕を見せた島田はなんと完全試合をやり遂げたのだ。太陽依然首位、この史上最年少の偉業達成は夢への一丸となる一大エポックとなった。優勝争いに加われるチームとはなったが、三原采配に選手たちは本当に全幅の信頼を置いていたのだろうか。それはあの選手ですから、やっぱりあのいろんな面でオールマイティに使ってもらいたいですよね。だけどあのチームの需要とすればそういうことが、まあ、ある面じゃその難しい、許されない状態なんですよね。じゃあ勝つためにどうするんだということからスタートしてますから、まあ言えばあの結果を出していけば自然に選手というのは納得していくわけですよね。やはり勝っていったから納得できたと思うんですよね。選手たちの納得した上での役割は9月に入っても続いた。大事な分岐点で活躍する超二流と言われた選手たちの勢いは止まらなかった。ひょっとすれば優勝できるんじゃないかなという思いがだんだん出てきますよね。そうするとがやっぱりプレッシャーかかってきますよね。であのプレッシャーかかっているんですけどね、なんていうんですかね、あのグラウンドにいるときはそうでもないんですよ。要するにグラウンド離れるとね、なんか気持ちが、ね、非常に重いっていうんですかね。でユニフォームを着ると全くそれはないんですね。プレッシャーっていうのはもうまずあのゲームに集中できましたよね。6年連続再開から初優勝へ。しかし水原巨人も意地を見せ、4ゲーム差から1ゲーム差へと必死の追い上げを見せ迎えた最後の天王山直接対決。太陽は島田の活躍で先勝、三原の打倒巨人への執念が実った。太陽は翌27日も巨人を倒し、ついにマジック1となる。そして迎えた10月2日、太陽は甲子園